ハッピー弾丸ナンバー S 続きからやっていきますね。んで、前回の続きで、まあ、純子ちゃんの能力上げをちょこちょこしたよねって感じで終わっております。純子ちゃんパーティーに入れて旅出れたりすんのかな？あ、そう、結局仲間がいればね、効率よく進めるだろうしな。そこら辺どうなるのかわかんないけども。まあ、とりあえず今回は、うさみフラワーじゃねえわ。間違えた。購買部行って、これでちょっとガチャ引いてみようか。モノモヤ、モノモノヤシーンで引いてみるよ。うん。これで水着キャラが出たら、もうラッキー。一回。どんな感じになるんだろう。排出確率とかあるんだ。W レア 3%。ウルトラレアも 3% なんだね。まあね、ソシャゲの鬼と言われた俺がね、これで一発、ちょちょっと出してやるぜ。絶対外れ。うん、予想通り。おお、まあでも全然かわいい。W じゃん。W はこういうミニキャラで出てくるのか。かわいいね。もう一度回す。はい。3% ならね、だって100回回せば3回出てくるわけ。あ、これ、なんか演出、強い演出じゃない？え？あ、これ。あー、なるほどね。もう一度回す。なんかだいぶパッとしないアイテムが出てきたな。なんかこれもキャラじゃなさそうな。おー、かわいい！え、めっちゃ可愛い。アンジーだよーって。W ってなんだこれ、カードじゃないんかな。あ、カードじゃないかもな。なんか育成マスの時に出てこなかったもんな、W なんて。まあ、育成。まあ、初めからだよな。じゃあ前回ジェンコちゃん使っちゃったし、今回違うキャラで行ってみる？どうせなら使いたいけどね。ずっと使い続けたいところではあるけど。まあいろんなキャラのお話も見てみたいしな。誰で行こうかな。小丸ちゃん。サイハラ。これなら、赤松ちゃんで行ってみようか。え、もしかして弱かったりすんのかな？初期カードだと。このカード育てますか？はい。よーし。お、ピアノを弾いて暮らすのには変わらない、変わりないけど、ちょっと新しいことに挑戦してみようかな。いける？まあ、まず一回普通にクリアもしてみたいんだけどな。今回は、この赤松ちゃんで行けるところまで行って、まあ、次回はちょっとクリア目指してみようか。純子ちゃん続き使って。パーティーに仲間もいないっぽいしな、これ。あ、いないね。まあ、サイコロでじゃあガンガン進んでいくよ。とりあえずイベントマスを優先してって言ってるそばから全然イベントマス止まれんかった。あ、成長した。イベントだ。やった。あ、手術か。あ、これ序盤だし、これだったら手術受けていいんじゃないか。手術受けてみようか。またブリブリいってる。おーい。あ、これ失敗したんじゃね？あ。あ。うわ。最悪。ちょ、あ、じゃ、弱え。弱すぎる。ちょっとこれ序盤だしやり直してえな。これちょっとやり直すわ。ちょ、これはすげえ嫌だ。ちょっと待って。はいはいはい、戻ってきた。さすがにもう二度と手術受けん。もうたまったもんじゃない、あの手術。何一ついいことが起きない。今日しか起きない。まあ、これ攻撃かな。いやー、やっぱ、あ、弱い。あんなに強かったのに俺の純子ちゃん。もう死にかけてる。もう死にかけてる。あ、やばい、ガタ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 。率先して戦っていくのもいいよって言ってたな、そういえば、序盤の攻略は。攻略、あー、でもなー。いいマスに止まればな。とりあえず攻撃力さえ上げればいい感じに戦えるイメージなんだが、あー、成長した。これもどんどん進んでいくよ。はいはいはい。3123。あれ、あ、違うか、だよか、お店の位置が変わったかと思った。攻撃バリアってこれなんかあんのかな。バリアじゃ何もできないよね。守る味方がいればまだしも。あれ、これ最初のステージと変わってる？あ、変わってないよな。変わってないか、一緒だわ。もうサイコロ。休むってこれ何？絶対使わないけどさ。今ここでわざわざ休む理由もないし。6。あー、どうしよっかな。あー、イベントマスがある。いや、待て、イベントした方がいいんじゃない？これイベントじゃねえ。それじゃ、じゃあ、ここ止まる、ここ。計算してくれた。わざわざ来たのに戻っていった。見たことないこのイベント。なんかわけわからん能力上がりそう。
今日はホテルの休館でパーティーだ。しっかりと掃除をしておこう。全力で掃除するサボる。ここは全力で掃除した方がいいんじゃない？能力絶対上がるっしょ。埃だらけの部屋、散乱したゴミ、蜘蛛の巣まみれの倉庫。燃えてきた。楽しそうで何よりだ。お、塵一つ残さず掃除した。これで気持ちよくパーティーができるぞ。素早さが上がった。お、ここだけ？まあまあまあ、そういう時もあるわな。3。これでちょっと武器だけ買って、そのまま行きたいな。あれ、体力回復してねえ。あ、やべ、俺回復するもんだと思ってた。あ、やばい、あ、やばい、あ、危ねえ。あ、こういう時に備えて休まなきゃいけないんか。自動回復、あ、違うか、レベルアップすれば回復するんだ。あ、1進むカードが手に入ったっつったね。このカードを使う。はい。で、火の防災ありゃ勝てんじゃねって思うけど。あー、いや。防御固めるか。で、ついでで襲ってみる、試しに。だって、要はサイコロで君よりいいものを出せばいいんだろ。お、勝った。やった。グスンひどいよ。え？何？ひどいだけ？え、なになに、どういうこと？なんか変えるの？あ、奪うことができるのか。お、お前最高かよ。大好き。モノクマ大好き。ショックが立ち去りますか。はい。これかなり調子いいんじゃね？やべえ。今俺、だいぶ上がってきてる。サイコロ。あ？もしかして体力って発言力のこと？なんかそんな気がしてきた。どうしよっか。はい。だよね。体力と発言力って一緒か、これ。あ、でもいい感じで敵がザクザクザク倒せるようになったよ。じゃあまたイベントが起こるまでちょっとババーっとやってっちゃおうかな。ちょっと待ってて。はい、イベント来たけど、これは多分なんかカードくれるイベントかな。なんかモノファニーが楽しそう。なんだった。赤いカードもらった。おーおー、モノファニー大好き。んじゃあサイコロ。これね、地味にキャラクター育成できるのがね、楽しい。多分好きなキャラを一方的にずーっと育てたら、かなりこうやり込むのが好きな人はツボにはまるゲームだと思う。うん。俺も一キャラだけ延々と育てるとか好きだからさ、ちょっとウキウキしてる今の俺。で、このままちょっとボス戦行こうか、こいつ倒して。弱い弱い。だからあれだよね、クマから、なんだっけ、剣か、盗めたのがだいぶでかい。サイコロ。3。超魔法がないんだよな、でも。バリア試しに使ってみるか。あ、回復した。あ、じゃあ、いいね。あー、やっぱ苦戦するな。まあ、苦戦するって言っても2ダメージだけどさ。これ、巻物手に入れた。さっきはなんか、宝箱やった方がいいんじゃないみたいなこと言ってたけど、どうしようか。カード。目的地カードもねえしな。やばいな。持ってるカードが、あ、あ、やっぱこれは止まった方がいいんだな。じゃあカードで、これで目的地カード行って、最高じゃん。で、いきなりボス戦が始まる。かなり今回サクサクプレイじゃね。やっぱ一度やって学ぶことは大事だよな。攻撃、78ダメージだからね。4ダメージしかないじゃん、そっち。いや、つえー。え、でもこれ1ヶ月半45日で俺回りきれると思わないんだけど。いけんのかな。もう全力で急げばいけんのかもしんないけど。効率重視でガンガン進んでいく、まあ、何回もやり直せばだんだん効率上がっていくんだろうけどさ。おはくまー、素敵なプレゼント、ね、アドアイとモノタロウでせっせと夜鍋して才能のかけらを集めたの。他のみんなにもあげたいから、どれか一つだけ選んでね。あれ、おいらゴミ集めかと思ってたよ。どれをゴミ箱にしたか忘れちゃった。お前来い。モノタロウもどれか選ばれるかドキドキしてるわ。一生懸命集めたものね、グスン。ちょ、最悪。一個ゴミ箱って言ってたけど。ゴミ箱でしょ？ちょうどいい箱にゴミ捨てそうじゃね？小さい箱とかじゃね？どう？え？部屋に元にもらった箱を開けてみると。え？おー、ぎっしり詰まってた。うめえね。やっぱりね。大は小を兼ねる。ん？小は大を兼ねる？なんか今大は小を兼ねる、おかしかったね。まあ、サイコロ使っていこうか。マスバイカード、なんか取っといてもあれだし、ガンガン使っていくよ。
スゴロクゲーっていうのはね、俺結構ね、得意な方だとは思ってるんだけどね、節約しちゃダメなんだよね。うん。使えるものはガンガン使っていくべき。ボスマスこっちだよな。あ、ここ行こうか。待って。あ、違え。あれ？あ、こうか。あれ？でもこれなんか行けるって書いてあるよ。あっちのマスどうやって行くん？こうか。あ、行けた行けた行けた。これで能力アップするしね。オッケー。んじゃあまたボス戦のところまでささっと行っちゃおっかな。あ、でも仲良しマス止まったわ。イベント見ていこう。アンジー。あれ？あれ？アンジーさん動物と遊んでいるの？違うよ。うん、違うよ。生贄を決めてたんだ。おま。神に捧げるのね。え？牧場の動物を勝手に生贄にしたら怒られるんじゃない？だって。ぼちぼち生贄を捧げないと神様が怒るよ。ねえねえ。誰かが血をくれたら一番なんだけどね。楓、代わりに生贄になってくれる。お前なんて物騒な。それはちょっと、ほら私は貧血気味だしさ。そうだ。っていうかここってプログラム世界でしょ？その中で取った血でも生贄になるの？神様はプログラム世界の中にも入れるから大丈夫だよ。ご都合主義な神だな。え、そういうもの？だってそうでなきゃここでアンジーが絵を描いたり彫刻を彫ったりできないはずだよ。神ってる。アンジーの作品はアンジーが神様に体を貸して作ってるんだからね。そっか。そっか。でもやっぱり牧場の動物を生贄にするのはちょっと良くないかもよ。ね。ほら、田中くんやゴン太くんがよく様子を見てるみたいだしさ、いいやつらや。おー、そういえばそうだね。じゃあね。じゃあガンダムとゴンタに生贄を提供してもらうか、生贄になってもらえばいいんだね。とんでもないこと言ってんだけど。え、ドン引きしてる。やっぱり人間の血が一番だよね。カエデありがとう。にゃははは。もしかして私余計なことを言っちゃった、ね、田中くんゴンタくんとこ大急ぎで伝えたいことがあるんだけど。まさかこんなところで命を狙われるようなことになろうとは。忍耐と素早さが上がった。あ、またイベント来たよ。またクマか。お、いいカード拾ったって。じゃあね、カチカチカードか。お店も寄りたいけどな。次の島に行ってからお店寄るか。なんか今は無理して行かんでもいいかなって感じが。まだ序盤の島だしね。でもまだこの島来てまだ敵と接敵してないんか。あ、またイベント来た。お、自分の才能の新たな可能性を見つけるために何をすればいいだろうか。これ覚醒イベントなのかな、もしかして。まだたくさんの人を私の演奏で笑顔にできたらいいよね。あ、そうだ、クラシックは難しそうって思う人もいるみたいだし。そうだ、他の分野とコラボして入り口を増やしてみるのはなんて、入り口を増やしてみるのなんてどうかな。 J-POP 武道とのコラボなんて意外性があるんじゃないかな。ゲーム音楽のクラシックアレンジっていいよね。あー、これじゃない？これはでかいかも。ほら、おお、最高のコラボやん。ゲーム音楽には名曲がいっぱいだよね。コンサートなんかもよくやってるみたいだし。赤松さんに弾いてもらったらその曲の新たな魅力に気づけそう。でもね、音楽のことで私に赤松さんを手伝えるのかな。あのね、実は今回ゲーム音楽のアレンジメドレーアルバムを作ってみようかなって考えてるんだけど、選曲や曲のつなぎにもこだわっていきたいんだよね。音楽として綺麗につながるだけじゃなくて、その曲が使われたシーンや曲の持つ役割やね、ゲーム内で聴いた時のプレイヤーの気持ちまで考えた心を動かすメドレーにできたらいいなって。もちろん私には好きなゲーム音楽はあるけど、七海さんなら私の何倍も引き出しがあるでしょ。何倍もあるかはわからないけど、そういうことなら私もきっと役に立てると思うよ。任せて。それじゃあ最強のゲー音メドレーを作っちゃおう。七海と協力してメドレーアルバムを作成した。おお、なんか楽しそうなことしてやがる。あ、才能のかけらが。お、1進むカードはちょうどいいな。あのね、ボス戦終わった後に結構ね必須だもんね、ボス地形。あ、これもボスいけんじゃねえか。いけるよね。やった。はい、確か純子ちゃんでやった時そんな強くなかったよな、こやつ。どうせ催眠攻撃物騒な攻撃していや、つぜえ。どうしよう。バリアでいける？11回復したけど。あ、よかった。あ、バリア1回しか使えない。あ、死んじゃう。あ、すごい、これ死んじゃう。どうしたらいい？どうしたらいい？これ、覚醒 50%? 覚醒 50% ダメか？ご攻撃？あ、発言力足りんかった。どうしよっか。じゃあ、ここでレベル上げていくしかないか。うわ、まさかここで積むと思わんかったな。スキル。
ケラ不足。あ、これこの状態でもレベル上げできるんだ。やっちまったな。ちょっとレベル上げしていこうか。宝箱マス、どうせなら止まってみようかな。これじゃレベル上がんねえしな。え、待って、純金の棒。いくぞ。目押し。目押しの天才集やん。全然違え。純金の棒欲しかったのに。でも金って実際そんな硬くないしね、すぐ壊れるよね。マイクラでも確か金のツルハシとか、そこ壊れるイメージだったんだけど。はい。まあ、ひたすら敵と戦って能力を上げていくね。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて、行ったそばからクマたちが攻めてきたよ。貴様の悩み解決。素敵。いや、もう受け、もう受け。いや、受けない。もう全部失敗してるもん、君ら。いつ成功してくれるん、逆に。んじゃあまたちょっと能力上げしとくから待ってて。やべえ、来た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 。ルーレット成功して純金の棒手に入れた。これやばいでしょ。これもう負けなしじゃね。もうこのままボス戦行ってみようか。ちょっとサイコロでね、やっぱね、あんまり育成はしょるとね、敵強えわ。2番目の島ちょっとね、かなりボコボコにされた。あ、そんなにボコるぐらいボコボコにされた。あ、サミンかかっちゃった。え、ちょ、おま、せっかく純金の棒持ってんのに。あ、まずいかも。バリア。でも絶対回復量足りてない。え、また負けた。いや、これ負けたのは、睡眠のせいだしな。俺なんか、え、高飛びカード？あ、これ便利じゃね？成功カード捨てとくか。俺の運がなさすぎるんだが。あー、来た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 。まあでもな、毎回催眠かかってたらどうしようもねえけども。あー、よかったよかったよかった。あ、これはもう勝てるでしょ。あー、よかったよかった。あー、しょ。じゃ、このままボス戦行くか。あ、でもな。経験値500入ったでしょ？あ、イベントも来た、ついでで。あ、またお前か。やめろ。やめろ。お前絶対壊す。俺がせっかく手に入れた純金の棒絶対壊す。なんかプラチナの棒とかってね、強くなるんだったらまあとか思うけど。こっち。はい。目的地カードゲット。何捨てよう。回復カードあんまりいらないよな。なんだかんだ序盤レベル上がるし必要ない気がする。あ、でもね、今回まだ20日残ってるよ。目的地カードへ。はい。で、次、高飛びカード使ってみるか？これでこいつも強かったら絶望するんだ。あ、238。めちゃくちゃ強い。やべえ、やべえ。俺の赤松ちゃん強え。純子ちゃんより強いんだけど。ウルトラレアの純子ちゃんより強い。おーおー、ウエスタンだぜ。これで今回はこっちの島ではちょっと、いろいろコンビニ寄ってアイテム揃えようか。高飛びカード使ってみようか。はい。これ変なとこ行かなきゃいいけど。あ、変なとこ行ってね。え、あれあれ、ちょ、大丈夫これ。一撃。え、待って、大丈夫。あ、来てない場所。ちょ、あ、お祭りが始まった。自分の才能と関係ないことをやってみるためのお祭りが開催中だ。朝日奈やセレスとジューススタンドをやっていたが、ちょっとしたトラブルが起きてしまった。まさか準備してた分が売り切れちゃうなんて。いっぱい売れたのは嬉しいけど、どうしようかな。現地調達？フレスさんお留守番。朝比奈さんお使い頼めない。露天を監督している戸上くん。あ、戸上じゃない。こういうのなんだかんだ頭回るんじゃね。レストランから返答があったぞ。手の空いたものに曜日の果物を持ってこさせるそうだ。お前最高やな。でもこれバーチャル世界やで。分けてもらうんだから私が取りに行ったのに、悪いことしちゃったかな。ね、それは後で謝るとして。助かったよ戸上くん。すぐに連絡してくれてありがとうね。ありがたいと思うならよく噛み締めておけ。この俺がお前たちの雑用するなど二度とないからな。戸上のおかげでピンチを乗り切れた。戸上なんだかんだ優しいからまた助けてくれるはずさ。かけらだけ手に入ったよ。合宿30日目。待って、え、だよね、これやっぱ戻ってきてるよね。やってくれやがった。マジか。これどうしよう。高飛びカードで戻れるかな。これで結局変なとこ行ったらもう最悪なんだけど。あー、よかった。一つもとてもよかった。なんかしかも超レアな。ムキムキと一進むカード。で、これはボス戦どこになんだ？ボス戦ここか。でもさすがにもうちょっとコンビニ行きたいよね。ショップ確認。
魔法使いの棒、黄金のパンツ。買えるし買っときたいんだよな。でもショップ行くまでの道のりが遠回りだな。進めるだけ進みたいしな、今回は。いや、うん、今回はショップやめよう。はい、とりあえず目的地目指す。あれ、間違えたわ。道順間違えた。多分こっちからだ。はい。あ、でもなんかやっぱ意外と1ヶ月でいけるんか。あ、これマスバイカードどうなったんだろう。向こう、うわ、1強いかな。強いね。コンビニ目指した方がいい気がしてきたぞ。なんか、いけない気がしてきたな。え、なんか書いてあんな。ラッキーカードがなんたらって書いてなかった今。6。あ、まだボス山遠かった。2体来たら終わる敵が。あ、1体だ。死にそう。ダメだ。ダメだ。人生、そんな甘くない。あなた、ちょっとショップ行ってくるから待ってて。やばい、めっちゃボコられてる。で、なんかショップへカードが手に入った。じゃあこのカード使うわ。これでとりあえずショップ来れて、敵めちゃくちゃ強い。相当ボコられた。魔法使いの棒とか買ってどうにかなんのかね。魔法のパン使おうか、とりあえず。これで結構成長したね。3番目の姉妹カードとかある。今3番目だよね。3倍進むカード。これも必須だよな、ある意味。これ一回襲ってみようか。これでやったらね、魔法使いの、でもな、あ、でもこれはね、振り出し戻、あ、振り出しそっちか。やっちまったわ。振り出しは振り出しでもマジの振り出しだった。一番最初の島に飛ばされた。これだったらあれ買っとけばよかったね。3番目の姉妹カード。今回はちょっとダメかもな、これ。うん。まあ、一応ちょっと進めるところまでもう一回進み直してくるから待ってて。はいはいはい。ボス戦まで来たけど、もう残り日数全然ない。今回も失敗には終わるけど、まあ、ちょっとやれるところまで行ってみようか。あ、なんかやばいんじゃないこれ。バリア貼っとこう。なんか必殺技打ってきそうな雰囲気だよね。危ねえ、攻撃。24だって。あ、これ勝てねえか。あーあーあーああ、倒した。お、ギリギリ。モノクマ親分でこの強さだもんな。ちょっともう無理かもしれない。ちょっとだけ能力上がっ、おイベントも起きたよ。またお前らか。ああ、恐喝だ。最低こいつら。本当に人の金を持って1763。そんな盗むやつあるか、お前。これ1進むカードでこっち行って、戸上の詐欺師からもらうでしょ。なんだっけ、コメントで戸上のこと、戸上じゃねえか、詐欺師のこと、トンガミって言ってる人いて笑っちゃった。カチカチカード、ああ、カチカチカード持っといくべきか。いいか、くせよ。中央の姉妹カード。成功カードもいらんかな。あ、ついでにイベントも。長かった合宿も終わりが近づいている。最後にキャンプファイヤーをすることになった。キャンプファイヤーか。こういう時は火を囲んで思い出を語り合ったりするものかな。でもダンスに参加するのも面白そう。うん、やっぱりクラスメートと思い出話だね。お、前園さんにこれ見てみたい。笑顔の秘訣ですか。うん、前園さんの笑顔っていつも輝いているでしょ。どうすればそんな素敵な笑顔ができるのか知りたくてね。私も人前に立つ機会が増えてきたからさ、できればいい笑顔でお客さんの前に立ちたいんだ。あのですね、赤松さんの笑顔は十分素敵だと思いますよ。でももっと良くしたいなら、そうですね、恥ずかしがらずに鏡の前で自分の表情をチェックしてみるところでしょうか。ああ、なるほどな。舞台上の自分の表情も見て比べた方がいいですね。赤松さんも新聞やニュース記事で撮影されますよね。うん、いつも撮られているよ。ピアノの感想ばっかり読んで自分の写真はよく見てなかったな。確認してみるよ。ぜひ思い通りに笑えていたかちゃんと見ながら練習するのが基本です。でも形だけじゃダメなんです。あのですね、誰かに笑ってほしい、元気をあげられる自分でいたい、そういう気持ちが私の笑顔を作ってるんだと思います。なんて
ピアノを聴く人を笑顔にしたいって思ってる赤松さんなら心配ないですね。そっか。そうかな、そうだといいな。前園の映画の練習を見てもらった。仲ええなお前ら。才能のかけら緑を獲得した。ま、残り5日なんですけどね。じゃあちょっとボス戦まで飛んでみようか。目的地カードへゴー。次は鳥か、強そうやな。攻撃、おこれいけんじゃね。いきなりいけんじゃね。おナイスじゃん。いやクリティカルナイスじゃん。7500増えた。高飛びカードとかいうわけわかんないカード使ったのも悪かったよな。うん、とっても楽しそう。ネズミランドだ。対抗、著作権に触れる前に4番目の島解放された。おっ、よっしゃ。あ、なんか取られた金またさらに返してくれた。800じゃ箱に足りねえ。1700奪ってったくせに800じゃ足りねえよ。カード、マスバイ、出会いカード、中央の島へカード、6進むカード使っとくね、一応。まあ、行くのはこっちだかな。6、6、あ、ショップ見てみたいな。止まれねえわ。まあ、しょうがないか。宝箱マス行きます。これ、地雷ってこれ何これ、もしかして俺が引っかかる？だとしたら気をつけねえとな。はい。あ、これ、目押しいけるな、多分。いけるなっつっても、その、確実に狙ったマスいけるかと言われれば微妙だけど。ショップのメニューが見たいんだが。はい。あ、そこ、成長マス。あんまり成長し、あ、違う、こっからか。あ、はいはい。そっか、新しいマス、新しい島行くと成長マスもなんか能力値アップ量が増えるとか言ってたよな。ラッキーが集まった高飛びカードを手に入れた。いや、いらんかな。わけわからんとこ高飛びされたしな、一回。サイコロ。あ、やっと止まれる。これ、見てみたい。ラインナップだけ見たい。勇者の棒とかある。強いんかな。強っ！カードは売ってもだな。襲う。あ、いや、やめとくか。もうやめよう。もうやめよう。うん。こういうのは襲わん方がいい。4倍進むカード。これを買った？あ、買ってね。あ、手持ちがいっぱいなのか。大カード捨てるか。これでちょっと爆走してみようか。立ち去る。で、残り2日か。もう、なんか大層なことできない気がするけど。ちなみに、次のボスどこにいる？え、次のボスどこにいる？あ、ここか。また難儀なところに。じゃ、カード。どうせなら4倍進むカード作ってみようか。作ってみんじゃない？使ってみようか。12マス。道こちら合ってるってか。あ、いけた。はい。4倍じゃなくてよかったか。終わりました。うん。音楽には無限の可能性がある。だから私もこれからどんどん挑戦していかないとね。あ、手に入ったよ。これでガチャコインいくら手に入ったんかな。あ、スキル習得はどうしようかな。なんか別に、取っとけないか、取っとけるわけないんかな。試しに取っとける可能性を信じて、そのまま育成完了してみようか。やっぱ無理かな。ほんで、うさみフラワーで、何個手に入った？結構手に入ってない。全然じゃん。え、金って逆にどうやったら手に入る？あった。キャラカードを200種入手って。むちゃくちゃな。とてつもなくめんどくさいこと言ってるね。簡単に集められない気がする。これバトルは？あー、なるほど。これバトルであれか。自分の育てたキャラ使っていくってわけか。全100回あり。バトルごとミッションが設けられている。あー、じゃあ、キャラクター揃えた方がいいんだな。モノケモ倒すことで様々な素材が手に入る。ということを、キャラクター強化しながらお進めください。キャラ本モードで進めることで、育成モードの影響もあるようでございます。マジ？ユーチューさんに育て上げるため、等の完全制覇にもご承知ください。え、これじゃあ必須やん。確かメンバーがまだ全然いないんだよな。メンバー作れる？あ、パーティー編成か。純子ちゃんでしょ？あ、やっぱ一回回ったメンバーしか連れていけないんだね。
あーなるほど。じゅんこちゃんより、あでもやっぱじゅんこちゃんの方が強いな。レベル低いけどじゅんこちゃんの方が強い。あ圧倒的だわ。持ってる武器も最強装備っつったって、あ今ないもんね。クリアしなきゃいけないんだな。じゃ次回ちょっとこの2人でバトル回ってみようかはい、じゃあ今回はここまでとさせていただきます。やっぱキャラク育成が楽しいね。でこれでバトルでさ自分の育てたキャラの結果見れるのはいいかも。うん、それではしゅうやんでした。またね。